準優勝戦10レース1着1号艇ブス島誠選手です。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。今日の1号艇は不安なく行けましたか？いや、風がねすごかったので、なんかねちょっと不安でしたけど、そこは。そうですか、うん、ではレース見ていきます。1号艇インコースからです。朝の練習そして特訓本番、風はやっぱり違いましたか？もうコロコロ変わるんで、うん、1回とってね同じ風吹いてないですね。はい、その中でいいスタートはいけましたか？いや、完璧です。はい、よかったです。ターンご覧になって、はい、1マークはどうでしたか？1マークはまあ落ち着いて回れましたね。はい、ドリーム戦失敗したので、その反省生かして、はいはい、1マークは他の3周していく中で、はい、宇島選手、今日の船足の仕上がりはどうだったんでしょう？足自体はいいんですけどね、はい、乗り心地とか、まあ、いろんな部分がちょっと昨日の前半が良すぎたので、はい、そこに比べると、うん、そうですか。今日はどんなテーマを持って調整されたんですか？昨日の前半に戻すっていうテーマですね。はい、それが今日の調整にはちょっとマッチしてなかったですね。行き過ぎたのかなっていう感じですね。ということは昨日の後半もちょっと変えられたんですね。うん、昨日の後半は回転をちょっと抑えてったんですけど、はい、ちょっと大失敗だったので、でそれを、はい、その昨日の前半に戻そうとしたんだけれども、ちょっと行き過ぎですね、うん、多分、うん、でもそれはこう間違った方向が分かったということで、はい、もう正解の方向も見えている。そうですね、まあ、気象条件変わらなければ、はい、もう少しいい足にはなると思います。はい、会った時のことはもう一度教えてもらえますか？まあ、出足行き足はもうかなりいいですし、うん、まあ、回り足に関してはもう多分、うん、誰よりもいいと思います。かなりいいと思います。そして昨日の前半あった言葉が、その乗りやすさはかなりいいということでしたので、はい、そうですね、ま、昨日のだったらね、ちょっともうちょっと面白かったんでしょうけど。そうなんですか。じゃあ勝ったのにちょっとお顔が、ね、いやいや、ね、まあ、うん、もう一層気を引き締めて、はいはい、しっかりいきたいです。では明日の優勝戦に向けてファンの皆様に意気込みをお願いします。はい、まあ、ちょっと映像ですけれども、しっかりとしたいいレースしたいと思いますので、画面越しで応援お願いします。楽しみにしています。10レース1着ブス島誠選手でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。準優勝戦11レース1着1号艇の菊池浩平選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。今日のプロペラ合った状態でいけたんでしょうか？合ってると思っていたんですけど、うん、レースではあんまり合ってなかったと思います。そうですか。はい、では詳しく伺っていきます。進入インコースからです。ここまで菊池選手らしいスタートが決まっていますが、今日もまた風は難しい中でしたね。そうですね、すごい難しい条件で、まあ、しっかり早いスタートのイメージを起こしたんですけど、はい、まあ、外来てなかったので保険はかけました。はい、まずは1マーク回っていきます。まくり座してくる船もある中で、はい、ここのターン周りの感触はどうなんですか？ターンマーク外しちゃったんで、なんかよく分かんなかったですね。2コーナーもちょっとパタパタしてターンマーク外してますし、はい、なんか、うん、この、はいはい、外したっていうのはモーターがそのなかなかいい方に向いてくれない、ちょっと風の読み間違いもありますし、はい、まあ、ちゃんとペラがプロペラが合ってれば、多分、そういうこともないと思うんですけど、とすると3日目の陰線で勝った時とこの11レースの1号で勝った今、勝った時のその感触がやっぱり違うんですね。そう、水面状況も違いますしね、うん、はい、また明日も変わると思うんで、ただ近いところにはいると思いますし、足も全然十二分だとは思ってるんで、はい、うん、微調整に集中するだけですね。はい、はい、その3日目の時には伸びをつけるか乗り心地をつけるか、まあ、どっちかを取るかというお話だったんですが、はい、今どんなテーマで調整されてるんですか？結局自分が気持ちよくレースできる状態にしたいっていうのがテーマにしてやってますね。そこを求めてということですね。そうですね、うん、それはどんな足ですか？いや、とにかく乗り心地と、うん、なるほど、こういう、そう、はい、乗り心地と、はい、ですね、うん、出足回り足、まあ、どっちみち全体的に力強いんで、はい、いいな、いいと思います、うん、はい、それは明日優勝戦考えると、まあ、2枠より内になるわけですけれども、はい、やっぱり必要なところっていうことですか？そうですね、乗り心地と出足は必要だと思います、うん、はい、はい、では引き続き調整頑張ってください。はい、明日の優勝戦に向けて意気込みをお願いします。はい、目いっぱい勝負かけます。11レース1着菊池浩平選手でした。ありがとうございました。
12レース1着1号艇宇龍雅義選手です。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。レース本当に直後、今の振り返って何点でしたか？いや、まあ良かったと思います。良かったですか？はい、では振り返っていきます。進入インコースです。今日は風の吹き方なかなか難しいという子も多い中で、宇龍選手、はい、見え方気持ちよくいけましたか？いや、落としました、スタートは。ちょっと様子を見ながらだったんですね。はい、でも1マークに向かうまでにスムーズにも見えますが。そうですね、行き足、うん、スタートはしやすいんで、はいはい、その辺は安心してます。うん、結局宇龍選手は今日このレースに向けてどんな何を求めて調整されたんですか？まあ、もう一足もう一伸び求めたんですけど、はい、結局まあ戻した感じです。はい、ということはバランス型、バランス型ですね。もう昨日の時点でも逃げが決まってもう一伸びということだったんですが、明日に向けては今度はどんなところ？いや、もう結構やったんですけど、はい、まあ宿舎に帰ってちょっと考えてみようと思います。うん、1号艇を考えると今のバランス型でもいいかもしれないし、まあ、レースに関しては不安っていうかそういう不安要素はないんで、はいはい、安心はしてるんですけど、うん、まあ、もう一伸びあった方がまあより安心というか、はい、不安な面はなくなります。余裕があるともっといいなということですね。わかりました。それでは明日の優勝戦に向けてファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、今日はありがとうございました。明日も切磋します。よろしくお願いします。12レース1着宇龍雅義選手でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。